続きやっていこうと思います。では今回はメインクエストですね。ペレギオンの宿場で休むということで、帰るわ。宿場ってどこって感じなんだけど、どこだ。第3層はてなってなってるところかな。今ね、このペレギオンでね、お役所仕事みたいなことやってる主人公たち一行なんですけれども、あ、ここか。宿屋はここになってました。やっぱり私たちだけでできることには限界がある。この国にはもっと助けがいるわ。そうだな、外に出れるようになるとね、他の国の援助を募る必要がある。そのためにもここを出る道を見つけないとな。分かった、早速明日から始めよう。そのためにも今日はしっかり休んでおくんだ。うん、ここで待てと言われたので待っています。怖い、自由と言われてもどうしたらいいか。休んでいいと言われてもいつ呼ばれるかと思うと気が休まらないんだ。うわ、ここで道具は買えますね。こんにちは。散らかったままにしてよと怒られそうで落ち着かない。え、止まりますか。ごゆっくりどうぞ。はい、何シオン、何の音だ。アルフェ、大変だ、ソラが。ついに来たか、レネギス。レネギスからの攻撃が、あ、なに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 、なんか撃とうとしてるな。なになに、何これ、これは精霊力か。レネギスから何かが放たれて、で今度はレネギスに何か打ち返した。精霊力か、これは。なんだなんだなんだ。レナとレネギスが、それにあのレネギスの姿、一体何が起きているの。あんなことができる奴らを相手にしてるのかよ俺たち。どうやら沈黙は終わったようだ。あの降りてきた物体、まるでダナに打ち込まれたくさびだな。くさび、俺たちの犯行への。だが上から出ている光は何だ。精霊力。精霊力、あれがか。だがあんな、ものすごい勢いだよ。今までレナのスルドたちが集めていたのなんて比較にならないくらい。ね、どこから精霊力を取り出したんだ。根こそぎ奪うつもりか。あ、だがなぜだ。精霊力集めはスルドブリガを競うためだったはずだ。あの勢いじゃ放っておいたらダナが虚水だらけになっちゃう。破滅だよ。破滅。これもあの赤い女の仕業なのか。だとしても不思議はないな。たまたま王と巫女、そして5つのマスターコアが揃った場に
第6のコアを携えて現れ、君たちに強制してレナス・アルマを作り出した。あの女、一体何者だ？どういう意味だ？どうとは？あんたのそばにもいたじゃないか。何かしら知ってることはあるんじゃないのか？私があの女と面識があると言いたいのか？私もアウテリーナ宮であなたのそばにいるのを何度か見かけました。コノエの間では何者なのかと。そういえばビエゾの近くにもいた気がする。いたっけ？覚えてないか、シオン。シオン、あ、ごめんなさい。私もペレギオンで初めて見た気がする。どうなってるんだ、二人してあんな目立つやつを覚えてないなんて。てっきりスルドのお目付け役か何かだとばかり思ってたんだが、うんうん、そんな秘書的なやつかなって思ってた。本当に覚えがないのですか？ない。これでも記憶力はいいつもりだ。その点はいろんないけど気になるが、今はあのくさびが先だ。そんなこと言ったってどうするんだ、俺たちガナスファロスから出ることすらできないんだぞ。北の山脈の向こうはシスロディアだ。あ、シスロディア。ですがこの一月、山を越えられそうな道は見つかっていません。解放した人々からも手がかりは得られませんでした。だがどこかにあるはずだ。300年間タリオと隔離されていたはずはない。ボルラーンが閉ざして隠したのかもしれない。だったらダメ元でももう一度町の人にも話を聞いてみようよ。何か見落としがあるかもしれないし。わかった、探してみよう。今から船を作るよりはいい。うん。あれがレナの本当の力なのですね。何かあるだろうとは思っていたが、ここまでとはな。これからどうなっちゃうんだろう。レナの人には見えないのかな。できることをしよう。あの赤い女、まあ、くさびが降ってくるとき一緒に変な光が見えなかったか。うん、色の違う光が4つ、そうバラバラに散っていったな。私も見た、うん、何だったんだろうあれ。待て、いっぺんにいろいろ起こりすぎだ。すべきことから一つずつ片付けていこう。そうだね。よし、じゃあスキット見ます。今頃ダナ中で大騒ぎだろうな。うん、そうだな。どの国も解放されてやっと落ち着きかけてたところだろうに。まだ執着すんのか。ずっとあんまり決め込んどいて見計らったみたいに仕掛けてきやがった。うん、ペレギオンの人たちはあまり驚いてなかったね。まだ感情が戻りきってないせいだ。そうでなかったら今頃大変だったはずだ。ああ、町を離れるどころじゃなかったろうな。だがレネギスの狙いが何だろうと、くさびだけで終わる保証はない、うん、今でさえ精霊力が奪われているのだしな。手遅れになる前に急ごう。うん、よし。じゃあ多量へ行くための情報を得るということで話を聞く。町の人たちに、大丈夫大丈夫だから慌てないで、本当に怖い、逃げないと。最近みんなやっと反応を返してくれるようになってきたんだけど、一番反応引き出したのがあの空だなんて皮肉だわ。そうだよな。で、どこだ。あ、ここの人。まずあのレネギスから何かが降ってきた時、山の方で崩れるような音が。山の方、なるほど。人もよその寮に通じる道ね。さて、聞いたことないな。そんなもんが見つからないから俺たちはテスビムに隠れてたわけだしな。うん、 あと一人。多量への道ですか。頑丈な船でもないことには言え。待って、最近少し喋るようになってきたお年寄りがこんなことを言ってました。昔はフォランド山脈を通り抜けることができた、今はできないってどういう意味でしょう。お、有力情報。フォランド山脈って、確かラフトゥ湿原の奥にそびえる山脈のことだ。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。行ってみよう。はい、
よし、じゃあラフト出現、どっちが、ここがね釣り場だったんですわ。こっちか、なるほどね。ここ実はそのファストトラベルできるように開放してありますので行けます。なるほどね、このためのここだったか。レナの装甲兵だ。あ、ボルラーンの残党と見える。騒がれる前に倒すぞ。オッケー、ボルラーンに捕まえよう。ユーギ支援章カイ、オッケー、数が多いな。もう こいつ盾持ってるからいけるかなって思ったけど。お願い、敵の術は私が奪えよ。よし、支援章カイ、最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。うん、どうした？大丈夫か、シオン。ええ、行きましょう。おう。気になるやんしよ、どうしちゃったの。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。では、突き止めます。ダナの剣術。時にアルフェン、君の剣術はどこで覚えたのかね。ああ、それ俺も気になってたわ。紅のカラスに会う前から使えたんだろ。俺はダナの領地に使える兵士だったんだ。顔もろくに見たことのない雇い主のために戦うんだ。今にして思えば、あれはあれで奴隷みたいなもんだったな。ダナの領主、300年前レネギスに連れてかれる前ってことか。うん、じゃあ本物のダナの剣術ってことだね。ダナの剣術、そんなもんがあったのか。だって300年の間に失われたものはたくさんあるんだよ。剣の使い方だってきっとそう。それがこんな形で生き残るなんて、なんだか不思議だね。昔支配を受け入れていた頃の俺が覚えた剣術が、今支配者に立ち向かうために役立っている。そう考えると皮肉だな。また余計なことを聞いてしまったかな。いや、
俺たちが勝手にこね回しただけだ。こね回していい方に転がればそれでいいだろう。よく転がすためにこねるのか。料理のようだな。結果うまいもんができてみんな笑顔になるならそれでいいんじゃねえか。なるほど、納得だ。よし、あれ、キャンプ地はないのか。ここないよね、キャンプ地。ちょっとね、あ、またなんかサブクエスト出てるけれど、お口ちょっと待ってよ。一回八重した時になんかいろいろお話できる人たち出てたから、ちょっと見たいんですよね。この度も刺激的な旅であった。はいはい、休憩。まあ、バトルもやったしな。財布すっからかんだな。あ、計画性がなさすぎるわ。ごめんって。でも金は使うためにあるんだぜ。頭も使いなよ。頭も使いなよ。あ、出てない。ガーン。ゆっくり休んでくれ。ガーン。しょうがない。もうボルランが強すぎたからな。お金を使ってしまった。こんな日は本でも読んでたいな。なんて。なんて。まったくだぜ。あんたは本なんて読まないでしょ。とかいっぱい載ってるやつ読むぜ。今60ガルドしかないや。やばいやばい。ここまでは無事に着けたな。行ってみましょう。ここ。早く牧場にも行きたいしな。フクロウにも会いに行きたいし。せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。で、崇拝者たち。どこに行ったのかと思っていたが、こんなところで息を潜めていたのだな。ボルラーンの残党、やはりペレギオンを襲うつもりだったんだろうか。彼らの猛進ぶりを見るに、あるいはひたすら待っているのかもしれん。待っているって。ボルランか。私たちは倒したのに。うん。でもそうね、そうかもしれない。彼らの態度はほとんど崇拝だもの。倒されたことも信じていないのかもしれないわ。次のスルドブリガが始まるのを待っていた可能性もあるが、何せあの男の配下だ。いずれ自分たちの主人が戻ると信じて疑わず、いつでも迎えられるように備えていた。私は改めて忠節と礼俗の違いを見たのですね。なるほど。お、ここ落ちれないのか。わあ、またこうね、モンスターがたくさんいるところに戻ってきましたけれども、わあ。あ、BGM も変わった。ちょっと待って、お猿さん。お、なんか BGM がなんかギターテイストになってる。大ジェムの時はなんかバイオリンだったじゃん。 なんかギターのなんかロックな感じになってる。君は気づいているのか。何をだ。ん？シオンのことだ。ああんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ、うん、シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマが茨から逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った、うん、なのにそれが失われたこととその後の彼女の様子はどこか噛み合わない。やっぱり気になる。それに先祖から受け継いでいた力。巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか、うん、その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。
ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。まああるよね絶対。君は違うのか。何かが、それが何かっていうのは分からんけど。うえー、いやーでもどうなんだろう。なんか最終的にはさ、なんかね、アルフェンとさシオンが敵対するような感じになっちゃったりとかさ、そう、なんか可能性としてないわけではなくないか。どうなんだろう。まあでも300年前のね、アルフェンとミコのあの子はね、なんか同じ境遇からかね、なんか絆みたいなのができてたとは言ってたけれども、では進んでいきます。援護お願い。第一の戻り任せたまえ。来るなら来い。フリーズダイブ。そこは引きましょう。うん、うん、のポケモン次。昔はきっとここを通って隣の国と行き来していたのね。やっぱボルラーンが塞いで隠したのか、うん、さっきの手下はここのことを知ってて潜んでたのかもな。入り口が崩れてあらわになったので、ああ出てこざるを得なくなったのだな。そう、私さ、1回目ね、まだこの道の話が全く出ていない時、まあ、初めてあれかな、なんだっけ、ガナサハロスに訪れてた時にショートカット開けたんだよ。ショートカットというかファストトラベルの場所開けたんですけど、その時はね、なんかこういうなんか道っていうかホラー穴の入り口みたいななかったんですよね。だからまあ塞いでたんだろうなって感じ。どっちだ、こっち行くか。なんかありそう、いろいろ。物資、生活の跡、ズーグルの檻まで。ここがボルラーンの残党の根城だったらしいな。こんなとこに隠れてたんだ。ねえ。あ、ねえ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 。なんかブーサギの肉ね、さっきゲットしたブーサギの肉。これであれかな、麻婆カレーの材料が一部集まったの。あとは多分豆腐ぐらい。やばいやば、逃走するの忘れてた。やっぱあれだよ、なんかダイニングに入って食材とかもいろいろ増えるんだね。いや、楽しみだな。さて、これは何だろう。お、サファイアワンピース、シオンか。この開口、偶然とは思えんな。開口ってなんだ。出会いってこと。大げさだよね。大げさだよね。お、サファイアワンピース、あ、いいですね。あ、なんかホッピングビーフだって。セミを切る姿は主の暗躍心を支えるビーフ。え、これはあれか、ビジュアルビーフ。あ、違うのか、ちょっと待って。ホッピングビーフ、え、何、かわいい帽子の、あ、ルアーか。へーベルセリアね、今やってるから嬉しいな。ビエーンっていうの可愛いよね、ビエーン。よいしょ。あと、これも開けて。お、ラインズバングル、アクセサリー。敵を倒すために全ての能力値が高まる腕は、ブグが見つかったわ。ちょっと見せてくれ。あれ、アクセサリーかな、良さそうな気がする。よいしょ、ライズバンガル、あ、そうだね。へえ、いいものゲットした。お、出口か。もう抜けられる。あ、なに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 、え、どこまで奪えば気が済むんだ。なあ、何をしてるんだあれは。今までスルトたちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか。
私が知る限りは違う。もっとも例のレナス・アルマ誕生、いやボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか怪しいものだ。デュオハリム、だが糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ、いかにレネギスといえどあれだけのことを一月かそこらで行うことはできまい。長期にわたる準備とそれに先立つ目的があったはずだ。ではスルドブリガは、今となってはその一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。うん、ともあれ今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな、進もう。多分あれだよ、真実はボルラーンとさ、今ら闇の精霊力シオンが心配か。リムル心配だよ。でも聞くのが怖い。そうだな、私もだ。多分あのレネギスとボルラーンのなんか、あ、ボルラーンとレネギスのさ、一部の偉い人とかそういう人たちしか知らないことなのかな。もうね、急に動き出した。やばいよな、これ全部精霊力なわけでしょ。これ吸い取ってるわけだよね。だからさ、今まで戦ってきたスルドたちはさ、何も知らないでさ、まあ、その一部の人たちが画策した計画の、まあ、手の上で転がされてたってことだよね、きっとね。そういえばさ、あのくさびと一緒に降ってきた4つの光どうなったんだろう。点でバラバラに飛んでいったからな。治水花粉と関係あるのかな。どこに落ちたのかも見当がつかない。自信ないけど、あれも精霊力、それもそれぞれ違う属性の精霊力だったみたい。くさびでダナの精霊力を吸い上げているのに精霊力を発射したのか。何のために。わからない、あっという間だったし。何かまた新たな脅威でなければいいのだがな。もしくさびがあの赤い女の仕業なら、あの光だって。やっぱり変だぜ。え、赤い女だよ。絶対にシオンもティオハリムも見てないわけないんだ。二人が嘘ついているっていうの。いや、そういう意味じゃないけどよ。ただなんか理由があるはずだろ。二人に共通するのは、うん、レナ人という点。見えないんじゃないの。その辺にしておこう。いろいろと気になるのはわかるが、今はここを抜けることに集中した方がいい。うん、そうだね。あ、でも見えないんだったらあれか、シオンたちみんながさ、マスターコア配置してさ、じゃあ今からなんだっけ、あの5つ集まると、なんだっけ、あれアルマなんとかなんとかアルマだっけを作ろうってなった時に出てきたじゃん、赤い女。そこでだとティオハリオもシオンも見えてたもんね。あー、どういうことなんだ、ちょっとわかんないや。ね、さ、ちなみにこのゲームね、用語集があるらしいんですよ。用語集が、あ、あった。もうこんなにあるよ、こんなに。なんかさ、町の名前とかさ、もう横文字多くてさ、私もなんかなかなか覚えられないんですけれども、はい、これ全部あれかな。あ、アユヤ順ではないんだ。ガナスファロスとかね、場所、人物、総世界だな。あー、てかめちゃめちゃ、そう、レナスアルマね、レナスアルマ、そう、いや、レナスアルマ作ろうぜってなった時に赤い女が出てきて、その時見えてたもんな。どういうことなんだってばよ。あれ、キャンプ地はないか。よし、じゃあ先に進むぜ。アイテム博士、ずいぶん荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。
少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか、うん、そう思うとこの荷物も宝の山だな。あ、このスケート何がフラグになったんだろう。なんかアイテム数が一定量貯まるとって感じなのかな。リウェルの称号と一緒にスケートが出てきた。山頂を越えたら急に冷えてきたな。ロウ、近づいてるんだ。あ、帰ってくるね。冷えてきたってことはシスロディアをやっぱ通じてるんやな。よしよし、あとはもう全身あるのみだ。あ、ライフボトル。今のシスロディアどうなってるんだろうね。行きます。あ、無線になりそうだけど、この洞窟抜ける前。よし、お、なんか見えてきたよ。逃げる。恥ずかせないよ。え、ほら、エアプレッシャー。変なやつだから油断はしないでおこう。で、最後にちょっとここだけ見て。どっ、なさい。逃げる、逃げる。よく引きましょう。ホーリーナースの餌なんね。聖なるきらめきってなんかあれだな、エステルでも聞いたような気がする。さあ、ここの赤宝箱欲しい。よしよし、運ばれたか。オッケー。お、サファイアガード。強そうな武具だね。アルフェンかな。あ、違う、だーれ。え、シオンではないよね。あ、キサラか。はいはい。お、お、来た来た来た。お、氷結渓谷、峡谷か。どの部分に出るんだ。夏。シスロディアだ。うん。あの橋を下ろさないといけないな。あ、橋の反対側に出たのか、私たち。なるほどね。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。お、レバーがある。どうした。あ、やっぱお父さんのこと思い出しちゃうか。ロウ、大丈夫。まあろくな思い出もないとこだけど、聞くしかねえからな。そういうお前は平気なのか。うん、
私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。さて、おファストトラベルのポイントになるんだここ。へえ。アイテム取ろうかな。やったわ。じゃがいも。どうしたの？新しいレシピに載ってた食材だ。ここはないかな。よし、じゃあちょっと、レバーをやっちゃいますか。ここないよね。大丈夫だよね。オッケー。わあ戻ってきた。え、じゃあさ、もしかしてさ、ファストトラベルいける？あ、まだ無理かい。無理か、まだ。つなげたらいけるかな。よいしょ。あ、ここにありましたね。アイテム。あれ？レバーどこ？レバー。あ、ここか。はい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 。ガチャコン。おお、つながったぞ。よかった。これで渡れる。うん。俺、何者だ？え？俺はアルフェン。敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか？銀の剣の。私もいるよ。おお、リュウエル。元気そうで何よりだ。お久しぶりですね。あんたはここで何をしているんだ？寮内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ？まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全ての鋭を倒すとは、やはり君は本当に英雄なのだな。え、ありがとうございます。ありがとうございます。それより助っ人の件は何とかなるか。ガナスハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。ありがとうございます。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきたくさびの方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ？船だよな。船が欲しいよな。これから探す。うん、仕方がないとはいえ世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ？なくしたよ。いろいろあったな。はい。まさかブレゴンに会うとは思わなかったよ。あの様子だとシスロディアはうまくいってるみたいね。よかったね。ああ、悪い方に変わってなくて。おかげでこっちは船探しに専念できる。そうだね。ガナスハロスへ派遣する人員の件は任せてくれ。君たちも気をつけてな。じゃあスキット見ます。船って馴染み薄いよね。支配するにあたりレナはあまり積極的に水上船を用いようとはしてこなかったからな。小舟程度ならそこらにあるかもしれないが。くさびは大海の真ん中です。小舟では心もとありません。確かに途中で沈むようでは困るわね。アウメドラの船みたいのとは言わないけど、まあ、それこそそんなのどこ探したって見つかりっこないぜ。なんとかしてくさびに行かなきゃならないんだ。可能性がありそうなところを当たってみよう。もう一つ人材。ブレゴンのおかげでガナスハロスの方はなんとかなりそうだな。誰が送られるのだろうな。いずれかの抵抗組織の人間には違いないのだろうが。案外毒なんて適任かな。あ、毒。薬草の知識があるから頼りになる。毒ってカラグリアにいた老人でしょ。ガナスハロスは遠いし長旅に耐えられるかしら。兄さんの補佐をしていたラギルなら適任だろうが、彼女もメナンシを離れるのは難しいだろうな。そういう意味ではミハグサールからも厳しかろうな。あそこの人手不足は深刻なままだろう。まあみんな
何かしら自分のとこで手一杯だよな。なんか結局ブレゴンが自分で引き受けちゃいそう。あの人結構苦労症っぽいし。こうして考えてみると私たち行く先々で随分いろんな出会いがあったのね。ああ、それで得たつながりこそが俺たちの宝だ。うん、ブレゴンに任せた以上俺たちは自分のすべきことをしよう。いいこと言うじゃん。ちょっとね、そうだね、今までねいろいろあったけど出会ってきた人たちとかね、出会ってきた道のりが宝物ですわ。よし、じゃあ船を探すってなってるんだけど、あ、おー、ファストトラベル行けます、やったー。ちなみにどあ、いろいろ出てるな。あ、やっぱ隠れ港とか、そっか。あ、ちょっと待って、いろいろ行きたい場所があって、まずは牧場。しばらくね放置してたからな、牧場。あとフクロウの森も行かないと。わーいわーい、風に乗ってひとっ飛び、ひとっ飛びだったらよかった。あれ、なんかサブクエスト出てない、おっさんから。兄ちゃんたちちょうどいいところに。町で頼んでいた作業着が出来上がる工程の要塞士から受け取ってきてくれんか。本当なわしが行きたいんじゃがな、その要塞士は町一番の美人と言われとるし。あ、しかし動物たちの世話で手が離せなくての。すまんの、それじゃビスキントまで頼んだぞ。おお、これ普通お使い？はい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 、よし。おお、2つずつか。あ、ブーサギもできんの？マジ？あ、ブーサギいける。ちょっと待って、お金がないからね、ちょっと0円のやつになっちゃって申し訳ないんだが、ブーサギ、あと、あ、羊もいけるじゃん。羊と、あと馬、あんまりねお肉がないやつ、あと牛、ちょマックスで育てるか。で豚、オッケー。俺はやるぜアルフェ。やるぜって服を受け取るだけだろ。いやいや、町一番の美人お近づきになってみせる。あ、かわいい、ブーサギ。あ、羊もいる、かわいい。さて、じゃあ次は袋の森に行きます。なんかね、また何かもらえるみたいだから。赤い女、フルルに反応あり。フルフル、あ、いつものやつね。何くれるんだろう。おお、鎧、めちゃくれた。お、銀の髪留め、紺の髪留め、お、めっちゃくれた。またご褒美をもらえたな。ね、まだこれだけいたのだな。ダナフクロウ、なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと、当てにならないものですね。なんでもいいけど、ここのことは秘密だからね。ああ、わかっている。こういう場所はなるべく知られずに置くべきだ。だが惜しいな。うまく訓練できれば素晴らしい合唱が期待できそうなもの。フォロー、フォロー。なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよね。え、あ、いや、前のあれは適当な想像で。へえ、なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。あ、そうか。まあそこまで言うなら。うん、あんなこと言ってるが大丈夫なのか。またテレコ。しっかりなさい、託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ほろろ、ほろろ。俺には仲間を守る責任がある。
それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだ。もちろんもちろんだ。ああ。それにしてもよくこれだけのフクロウを見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。そうだね。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル。ううん、何でもないよ。さあ、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りの袋も頑張って探さなきゃ。まだ半分か。はーい、よし。あ、でもそういうの袋をかなり見つけるって出てた。お、嬉しい。かわいいね。フルル止まるんだったらここじゃない、白いしね。かわいい。よし、じゃあ寄りたいところも寄れたんで、次のストーリーを少し見てから終わりにしようかな。よし、隠れ港。ああ、やっと着いた。どこ目的地、こっち。あ、船といえばこっちだよな。あれ、おさよう、炎の剣ご一行様じゃないか。よかった、無事だったんだね。マハバル、あんた生きていたのか。おいおい、丘暮らしのあんたらが生きてるのに船乗りの俺が海で死ぬ道理があるか。だが、てっきり、いや、無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ、気にするな。まあ、もっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ、機関部をやられて息も絶え絶えだった。そうなんだ。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。はい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 。そしたらヤッコさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の。レナ人の。ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかく、おかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。おお、分かってらっしゃる。ああ、じゃあ復活したんだね。大海のど真ん中にいたいんだ。うん、それも今すぐ。ちょっと、まだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。ありがとう。よし、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。じゃあ次回はくさびだね。はい、天のくさびに向かうところからやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。